皆さん、こんばんは。お元気ですか？今日はね、私が実際使ってるスキンプロダクトとか、下地クリームとか、最近買ったリップとか、お気に入りをちょっと紹介したいと思います。ということで、始めるね。よかったら最後まで見てね。スタート。ということで、最近さ、私結構この辺で動画撮ってることが多くて、あんまりこっちの方ね、今まで見せてなかったんだけど、ここはね、どういうとこかというと、私の寝室の向こう側にベッドがあるんですけど、向こう側でね、なんか動画、インスタライブとかたまにやったりとかもしてますけど、動画も撮ったことありますけど、その半分がこういったこう私の、なんていうんですかね、まあちょっとメイクしたりとか、主にメイクですかね。はい。こっち方にはなんかちょっと書類を入れたりとかもしてますけど、このスペースで私は朝の自分を整えております。今日はね、ちょっと最近のお気に入りを紹介するよなんて言ったんだけど、その前に朝のね、自分の整え方ってすごい大事だと思っていて、その使うものも大事なんだけど、なんかこう、整えるにあたって、こう必要なものを好きなように並べるっていうことも大事だなって私は思ってて、なんか鏡の前に来た時に、好きなものに囲まれていたりとか、お気に入りの場所だとかっていうのがあると気分って上がるじゃないですか。毎日使うものとか、毎日ここの場所で自分を整えるっていう場所はね、好きなものだけ置いておきたいなって思うんです。だからなんかいろいろ工夫をしてね、私は楽しんでいるんだけど、まずはこのミラーは本当に最近買った中で、スキンプロダクトじゃないんですけどね。でもこのミラーはメイクしたりとかするのに絶対欠かせないアイテムですよね。で、これはね、Amazon で私はね、検索して買いました。で、このライトが、今すごい明るいライトになってるんだけど、選べるわけよ。こうして。ほら、ちょっとオレンジっぽくなったり、蛍光灯っぽくなったり。できるので、これが気に入ってます。消すこともできる。消すとね、暗くなっちゃうんでつけとくけどね。そうすると、あ、これがいいかな。なんかメイクするのもとっても便利なんです。で、この鏡がね、拡大鏡で好きな場所に貼れるので、私はこういう風になんかメイクをしたりして、ここで目元とかね、拡大鏡で見れるので、とっても便利なんですよ。そして、これがね、ちょっとね、低いのよ。だから、私は、こう、要所でね、読まなくなったものを重ねて、ちょっと段を高くしてますね。で、これはね、見た目にも可愛いなと思って、我ながらとっても可愛いアイディアだなと思ってるんですけど、まあこういうちょっとしたことですよね。高さを調整するのに何がいいかなと思って、本がたくさんあるなと思ってね、こういうふうにしてみたりしてます。で、まあ早速ちょっとね、そんな感じの整える場所で、最近買ったものでね、すごく気に入ってる、もらったりしたもので気に入ってるっていう中の、まずは一つはですね、これなんですけど、これいただいたんですけどね、だからちょっとブランド名とかわかんなくなっちゃったらごめんなさい。似てるものを皆さん探してみてください。これは何をするかっていうと、こうやって髪の毛を、ね、地肌の血行を良くするものなんですよ。でね、これでね、血行を良くするとね、ちょっと痛いんだけど、すごいね、地肌にいいなと思って疲れも取れるし、結構毎日やってます。シャンプーした後とか髪の毛乾かす前とかね、よく使っています。チクチクローラーみたいなやつ、ごめんなさい、ブランド名もわからなくて値段もわからないものを紹介してますけど、こういったものあったらおすすめでございます。はい。そしてですね、毎回紹介してるんだけど、この資生堂の下地なんだよね。これね、ヘアメイクさんから勧められてずっと使ってるんだけど、すっごいツヤが出るのよ。日焼け止めも入っていて、めちゃめちゃいいので、これお気に入りです。この下地クリームは、塗った後にね、すごく顔にツヤを出してくれるの。だから、塗った瞬間からピカピカになっちゃうっていうね。私は毎朝これで下地を、クリームを塗ってるんだけど、今おでこでね、試すけど。でね、
もうなんかツヤっぽいでしょ。手もすごいツヤツヤになってきたでしょ。とってもこれね、塗った瞬間からツヤツヤして、しかもあの日焼け止めが入ってるからバッチリですよね。だから朝はあの朝のそのなんか自分のね化粧水だとか、私はオイルを使ってますけど、自分のオリジナルのね、ブランドですけど、ラブギブスラブの、私はこのスキンローションを塗って、それからオイルを、好きな香りをどっちか顔全体に、馴染ませて、でリンパドレナージュをしてですね、整えた後に、最近はちょっとこのヘレナのねシリーズがすごい好きで、これはアイクリームなんですけど、目の周りがねすっごいしっとり潤うんですよ。こんな感じの色になっていて、まあこっくりとしたテクスチャーで、これを絶対ね目の周りって乾燥したくないから、しっかりとあのつけてます。目の周りのケアね、忘れちゃいけない、乾燥させちゃいけない。目の周りはこのヘレナのアイクリームを使っているし、オイルの後には美容液も使ってます。このシリーズが好きです。見えるかな、ちょっとねテカっちゃうんだけど、はい。そしてクリームはどちらか、あの白と黒があるんですけど、まあどちらも似たようなテイストなんですけど、どっちかクリームをつけて、軽くつけてからのこの下地なんで、結構塗ってるもの多いんだけど、そのおかげですっごい潤ってるんで、まず乾燥させないっていうことがすごい大事だと思います。それからですね、下地でもう一個気に入ってるものでおすすめはこれなんだけど、シャネルの、これはねさらにねピカピカにしたい部分、例えばよ、これ全体的に混ぜて塗っちゃってもすごいピカピカになって綺麗なんだけど、私はね部分使いをしていて、なんかこの鼻のねこういったところとか、目のねこのハイライトの代わりにちょっとこう使ってみたりとか、あと顎の下とかこういうところにちょっとこの下地を使ってます。そうするとどう、ごめんね背中向けちゃって、ちょっとこう一緒なんかハイライトになってこうテカリが出てね、これすごいいいですよ、おすすめ。もうなんか年齢とともにマットな肌作りっていうよりはツヤっとしてる肌作りを目指した方が絶対に若く見えるじゃん。だから大事じゃん、そのなんかすごい若作りしてますとかじゃなくてよ、なんか印象がやっぱこう顔のトーンがあの暗いとかツヤがないとかそういうの嫌じゃない。だからつるっと見えるようにいろんなそのお気に入りのものを選んで使ってます。ぜひおすすめです。はい、おすすめでございます。それからですね、テカリと言ったらですね、これもすごい爪の話になるんですけど、お友達がお誕生日、去年のお誕生日にくれたこのね、自分では絶対買わない高価なもの、エルメスのベースとトップコート、これがねいい感じのツヤをね出してくれるんですよ。これだけね塗ってるだけで爪がねすごい艶やかな印象になるので、もちろんマニキュアを塗った後にこれを塗ってもいいんだけど、私は最近ねすごいナチュラルが好きで、今ちょっとあんまり綺麗じゃないからもう見せたくないんだけど、うん、でもね塗ってるつるっと見えるので、これもまあおすすめでございます。はい、黒と白ですね、黒と白が最近多いですね私もこれもすごい優れものなんですよ。これもヘレナのなんですけど、そのアイクリーム塗る前に冷たいお水を入れて蓋をして、この目の周りをに当てるんですよ。そうすると目の腫れがねすっごいヒュッと引いてくる。でクリームを塗った後に軽く軽くこういう風にね滑らしてマッサージをするととても気持ちがいいというものです。はい、そして最近ついこの間買ったこのメイクアップフォーエバー、メイクアップフォーエバーのこれね、リップペンシルなんだけどウォータープルーフなので、何色か出てて、こっちはナチュラルの入れる、こっちは私の大好きな真っ赤なんだけど、例えばこれで輪郭だけ塗って、拡大鏡を持ってきました。ま
真っ赤っかなんだけど、これを輪郭だけ塗って薄くね、ウォータープルーフだから取れにくいっていうのは、マスクの下、なんかマスク取った時に何にもリップ塗ってないっていうのもちょっと嫌じゃない？例えば人と会う時とかで、そのマスク外してから人前で何かこう塗ったりとかするのもちょっと恥ずかしいじゃない？だから落ちないものがいいなと思って、ペンシルってさ、こうちゃんと輪郭を描けるじゃない？だから優れものなんだよね。私は結構ペンシル派なんですけど、はい。で、こう言って軽くペンシルでなぞった後にですね、これは資生堂のグロスなんだけど、とっても艶やかで長時間持つのよ。潤うの。可愛いでしょ。これね、見つけたんです。見えるかな、みんな。あとでちょっとこれ、あの概要欄に載せてもらうね。で、これをですね、こうやって鏡艶やかじゃない？どうでしょうか。いいよね。で、唇がつかないタイプのマスクをしてると、パッてマスク取った時にでも、あ、すごい華やかでいいなっていう印象になるので、最近はこのウォータープルーフとっても気に入ってます。はい。あとは匂いなんですけど、いろいろ私もあの匂いが好きでいろいろ使うんですけど、定番はこの2つ、イソップのこの2つの香りなんだけど、ずいぶん減ってるんだけど、こっちはね、ねえ、なんかちょっとね、あの土っぽい、あのジメッとしたなんていうの、印象の香りで、こっちは華やかなフルーティーな香りなんだけど、その日の気分によって使い分けてます。はい。匂いってさ、何もつけないっていう人も結構いると思うんだけど、いっぱいなんかつける必要ないけど、軽くつけとくことで、あ、なんか加齢臭おばさんみたいな感じ、嫌じゃない？だから、あ、ちょっと香りのいいおばさんの方がいいじゃないね、絶対いいよ。なので私はそこを気遣って耳の後ろとかにちょっと軽くね、軽く本当に塗るようにして、あのつけすぎないようにしています。ということで、好きな香りをね、いろいろあの探すっていうのは楽しいですよね。私大好きで、しょっちゅうしょっちゅうね、そういうコスメの売り場行くと、匂いのね、いろんな新しいシリーズを嗅ぐのが大好きなので、いろいろ揃えてるんですけど、最近はこの辺を使っています。ということで、ちょっとだけ私の最近のお気に入りシリーズを紹介しましたけど、この、 あの整える場所もね、すごい大事だよっていう話を今日はしましたけど、そういう整える場所で毎日自分がハッピーにいれるように、好きなものを置いて毎朝鏡の前に向かって、今日も一日、ハッピーでいいよね、今日私大丈夫だよねっていう感じで、私は一日をスタートさせています。皆さんはどうでしょうか。という感じで今日は終わりにしたいと思います。また最後まで見てくれた人ありがとうございました。ということでね、またすぐね。はい、バイバーイ、ありがとうね。Thank you.